姉ちゃんと最近仲いいよ。俺が姉ちゃん、親と大喧嘩して姉ちゃんの結婚式行けなかったのに、もうあらかじめそれを予期して、一週間前から俺のスライドを準備してくれたから。やるなと思って。どうせうちの弟来ないからなんか、こういう家族がいますってスライドを準備しといてくださいって。その病、なんていうの、結婚式場にあらかじめなんか俺のスライドを、俺のあの、なんだっけ、あの潜在写真を加藤純一30歳みたいな、こういう弟がいますっていうスライドを準備してくれてたから、まあ好きかな。家族で親族で参加しなかったのは俺と入院してたおばあちゃんだけだから。うちのばあちゃんと俺だけスライドで紹介されました。でその日のうちにもう急いで家帰って、俺枠取ったよねあの時。俺枠取んなかったっけ。ね、俺ちょっと大変なことしちゃったかもしんねえ、つって。あれ、ニコ生撮ったよね。でさ、みんなにさ、聞いたよね。俺さ、どうすればいい、つって。帰った方がいいよって言われて、速攻枠切って、俺確かタクシーで帰ったんだよ、それも。やべえと思って。もう電車とかなくてさ、バスとか。タクシーで帰って、ね、姉ちゃんが二次会してたんだ、結婚式の。で、そのまま結婚式の二次会会場行って、土下座して、本当にすいませんでした、つって。何が?つって。もう順は来ないと分かってたから、スライド流しといたよ、つって。で、そのまま、その足でさ、実家帰ってさ、あ、三次会行ったんだよ、お姉ちゃんと。姉ちゃんの友達と。で、そこでなんか、純一が YouTuber になってるみたいな話を3時間ぐらい、なんか、尋問攻めに、なんか、質問攻めにあって。いや、違うんですよ。俺 YouTuber じゃなくて、ニコニコ生放送やってまして、みたいな。もう入れ替わり立ち替わりでもみんな知ってるから。お姉ちゃんの友達がさ、何純 YouTuber になってる、どういうことやってるみたいなことずっと聞いてくるわけ。クソヤンキーの32歳ぐらい、32歳のゴミどもがさ、吹き溜まりのゴミどもが、変なさ、もう悲観でさ、頭金髪でさ、左官屋の息子みたいな奴らがいっぱい来てさ、あいねー、俺も一緒にやらせてくれよみたいな。いや、でもちょっと、いや、俺ももう自分で精一杯なんで、みたいな。ずーっとそれをさ、断り続けてさ。で、姉ちゃんベロベロに酔っ払っちゃって。なんでそんな出たくもねえ3時間に参加してたかっていうとさ、親と大喧嘩してさ、俺はもうお前らとの縁を切るって俺の口から言っちゃったから、もう大変なこと言っちゃったわけよ。それをさ、なんか自分で覆すわけにもいかなくて、でね、ちょっと姉の力を借りようと思って、うちの姉ちゃん、お父さんがうちの姉ちゃん大好きだから、俺があまりにも反抗しすぎて俺のことはあんまり好きじゃなくなっちゃったから、お姉ちゃんの力を借りようと思って、お姉ちゃんと一緒に帰ろうと思ってたらさ、酔っ払っちまって、純ダメだ、もう私、もう、旦那さんとこ帰るよ、って。で、一人で帰る羽目になって、俺はツイキャスをしたんだよ。家の、実家の家の目の前で。おい、どうしようっつって。懐かしいわ。で、そのコメントを見て、我に返って、もう、開口一番、本当に申し訳ありませんでしたと。本当に僕がもう間違ってました。もう殴れるもんなら殴って見やがれぐらいの。もう本当にもう、殴られても仕方ないと。そう。その時に卒アル見したんだよ。で、心がおかしくなってて、卒アル、卒業アルバムを晒すっていう。あの、ウニみてえな髪のな。なんで俺と喧嘩したの?超くだらねえよ。結婚式の前日に動画の編集朝の7時までしてて、体がボロボロになりすぎて、9時まで働いて、10時からニコ生して、3時ぐらいまで多分ニコ生して、その後動画の編集がしてたら、朝の7時になっちゃって、もうこのまま、このまま帰、もう今から帰ります、みたいなこと言ったら、なんでそんな前日まで、結婚式の冠婚葬祭ぐらいちょっと手抜けないの?みたいな。うるせえよ、おめえよ。おめえ、二回目の結婚でよ。結婚式あげるバカがどこにいんだよつってさ。俺はイライラしてたから。イライラしてさ。いや、ビルダーズじゃなかった気がする。いや、絶対違う。もっと後だよ。で、なんかその、心にもないこと言っちゃって。で、なんか、お前は俺の子供じゃない。お前は鬼の子だつって。ヌーベの曲を流して遊んで。そんな記憶がない。ビルダーズだっけ?ビルダーズか。そうなんだ。そんなことがあったんだよ。お前は俺、鬼の子だよ。つって。2回目の結婚式、俺はこの気、じゃあ、うちの姉ちゃん、バツイチだったから。バツイチだったからって、バツイチで、再婚したからさ。で、よくよく、後々聞いたんだよ。そしたら、うちの姉ちゃんは、そのやっぱね、もう2回目だし、今ももう和解してる。うちなんかそういうプチ喧嘩、俺のせい、俺の責任によるプチ喧嘩よくあるんだよ。
なんかそれで、なんだっけ、お姉ちゃんに聞いたわけよ。聞いたわけってか、お姉ちゃんが話、二人で酒飲んでて、いや、二回目の結婚式だったけど、だからあげたくなかったんだって。二回目の結婚だし、なんか周りにね、どんな顔して、その、あげればいいか分かんなかったんだけど、つったら、旦那さんがすっげえ男らしい人で、そんなの関係ねえよと。俺は一回目の結婚式なんだから、俺が全部金出すんだから、お前黙って、その、な、その、なんていうの、その、着物着て、式来いよ、つって。すげえかっこいいでしょ。だからそれで、あ、すげえいい旦那さん見つけたなって。あなたが2回目とか3回目だとか分かんないけど、俺にとっては1回目の結婚式であなたと結婚式を挙げたいんだから、そう、俺の気持ちはどうなるんだと。全部俺が金出すし、ね。準備もなんだったら俺が全部するよと。俺たちの結婚は1回目なんだから、ちゃんと、いや、めちゃめちゃいい大学出てて、すっげえ堅い仕事してる。もう俺の年1個したと、1個とか2個したんだけど、俺なんかより全然しっかりしてる。幕末史みたいなやつ。もう何の文句もない。もうなんか申し訳ない。会いに行くの。それさ、俺さ、それさ、実家まで謝りに行ったんだよ。すいません。親に、ちょっとさ、年1個下とか2個下のやつにさ、すいません。俺親と喧嘩しちゃって大切なお姉ちゃんの結婚式に出られませんでした。つって。俺1個下のさ、姉ちゃんのさ、旦那さんに謝りに行ったんだよ。実家まで。クソなせいだろ。ニコ生してたせいでさ。あれマジで本当に、俺もう、だからそれ以降旦那に会えなくてさ、それ以降旦那に会えないんだけど、あまりにも印象が悪いでしょ。あまりにも印象が悪すぎるでしょ。相手の反応は、ウイッスみたいな感じだった。ウイッス、全然気にしてないっすよ、つって。純ちゃんの姉ちゃんが、スライド準備してくれてたんで、全然大丈夫っすよ、つって言ってた。すげえちゃんとした仕事しててさ、なんか職場にも俺見に行ったことあるんだけど、いや、たまたまね、行く機会があって見に行ったことあるんだけど、ものすごい一生懸命働いてて、周りの人からの人望も厚くて、俺もこういう風になってる予定だったんだけど、俺がこういう風になってる予定だったんだっていう風なものすべて手に入れてる人間だったわ。ちゃんとね、もう、なんていうのかな、リーダーだったね、ほんとにね。いや、すげえカッチカチの仕事だよ、マジで。カッチカチの仕事。自信持ってなんか、言えるような。カッチカチの仕事やってるよ。だからこそなんか、ね。任せられるというか。なんで姉はそんな人と結婚できたの？ねえ。なんでだろうね。あの人モテんだよ。なんか知らねえけど、あいつ。やっぱ弟にわからない。じゃ、八方美人なんだ。家とかじゃさ、なんかさ、ビール飲んでさ、ゴミみたいなぐらい。でも子供できて、ちゃんと家事とかやるようになってからは、すごいなんか、まあ、尊敬できる部分も多いんだけど、昔はさ、なんちゅうの、ひどかったんだよ。おばあちゃんの500円貯金をさ、なんか、おばあちゃん、足が悪いからそれ私が換金してくるよって、そのまま15万ぐらい換金して、これ私がもらうねつって、かっぱらってたりさ、ひでえ野郎だなと思ってたのね。そういうの一切なくなってたわ。そういうの一切なくなってたわ。マジで。家事もちゃんとやるし、ばあちゃんがもう調子悪いからってさ、週3ぐらいでうち来てさ、家の掃除もちゃんとしてるし、やっぱ変わるんだな。高校大学時代はモテてたんだよ。でもさ、若い女って大抵モテるじゃん。わかんなかったの。30、ね、半ばのさ、小ぶつき一戸建てで会うじゃねえじゃん。よくあんないい人と結婚できたなと思って。よくあんな、まあ、外行きはいいんだよな。すっごいな。